エミリン、エミリン、エミリン、エミリンチャンネル、さあ始まりまーす。じゃらららららーん。本日はニコルさんに来ていただきました、はいはい、お願いします。ニコルンです。今日はね、もう何の笑顔ですか。いや、急にこういった感じになるのに今日びっくりしちゃってそうなんです、怖いんですよ、よく言われます、うん、今日なんですけども、はい、もう私はもうほぼ寝起きのドスッピン状態で、うん、今姿をあらわにしております、うん、ニコルさんにメイクしていただきたい、うん、やった、楽しみにしてました。ニコルンメイクです、今日。ニコルンメイクやりましょう。今日だからエミルになります。2代目ニコルンになります。というわけで、じゃあ前髪を止めさせてもらう、ね、なんか私がとりあえず最近のフルメイクやってるコスメを持ってきました、ありがとうございます。でもいつも毎日使うコスメが結構違ってきちゃうから今のニコルンって感じ。あ、わかりました。最近のお気に入りたちです。すごい可愛い。なんか今とりあえず今顔面格差がすごいです。確かに、なんか確かにじゃないですよえ、なんか本当になんかネットでバズりそうなんかでメガネじゃん。メガネだと思う。あ、もうそう、そういうことにしておきます。顔の大きさの差が今結構な悔やまれます。とりあえずまあでも今日はでも慣れるのでね、大丈夫、削るアイテムもあるんで。ありがとうございます。削りましょう。じゃあまず私が持ってきたカラコン入れてください、はい、ありがとうございます。これあの本当に普段から逆です。動画なくて、ファッショニスタのシアーアンバーです。アンバーおそらく普段は茶味がかかってる明るめの、うわーウッディみたいな、ギリ悪口ですよね横から見たらギリ悪口ウッディのさ目のあれみたいな。でもなんかいいですね、すごい。ウッディって言ったらなんか嫌な気しないですもんね。目の立体感久々に見たな。人の私デメなんですよ、めちゃくちゃ。確かに出てる。すごい、超デメじゃない。めちゃくちゃ今これじゃあニコロンアイになりましたかね、うん、はい、まず下地から、はい、下地はジルスチャートの02番ピンクのベースです。かわいい。これすごいなんかツヤがね内から出てくるような感じになるし、ピンクがすごい肌が優しそうに見える。優しそうに見せたいです。はい、あ、すごい。人にメイクするの痛みさすぎて緊張する。もうありがとうございます、貴重な体験。これで優しくなるんですもんね。内から輝く人みたいな。ああ、いい。になれるかも。内面まで。内面は無理。バッサリ素肌から綺麗に見せるみたいな、うん、そうそうそう。むしろお休みの日とかもこれにパウダーとかだけでもなんか光り輝いてる感じ、なんか、あ、なんかちょっと血色くない、なんか血色良くない、ほら赤ちゃん。赤ちゃんです。バブルンです。ファンデーションはディオールのスキンフォーエバーの 1N。これはツヤタイプの方、なんかいつもクッションファンデ使ってたんだけど、最近はリキッドの方がやっぱいいなって思ってリキッドに戻りました。何が違うんですか、クッションファンデとリキッドファンデ。クッションだとなんかのっぺりしちゃうっていうか、隠せるけど結果のっぺり顔なの。カバー力はどっちの方が高いんですか。好き好みだよね。なんかカバー力あるけどクッションだとなんかそれだけ平らバチンって感じ。難しい。シンプルな疑問なんですけど、うん、その自分にこれが合うなみたいなコスメってどうやって見つけてるんですか。うんってして一回口どうやって見つけてる。でも無限にいろんなの使ってるかも。鼻の中入っちゃった。無限に入れてから入る。あ、じゃあもう使いまくって、使いまくひたすら自分の肌でトライアンドエラーを繰り返す的なことですか。なんか失敗してる日もある。うーん、うん、なんか下地とファンデの相性とかもさ合わない時あるじゃん。ポロポロしてきちゃったりとか。あ、わかります。なんか赤みたいなの出てくる時あります。それは下地とファンデの相性が絶望的なわけ。私普通に自分の顔から赤出てるんだと思ってました。あれ違うあれよね、猫界でもね、うん、じゃあファンデーションによってこのアイメイクのノリが悪いとか、やっぱ全てはメイクのノリで決まると思う。綺麗に見えるとか、恋愛 ね恋愛もメイクもねノリがね大事だよねって。なんかあれだ、そう、体の相性が合わないと。あ、なるほど、多分一致してると思う。なるほど、うん、多分違うんですよ。え、違う信じちゃいますよ信じちゃいますよ。多分違う。違うか、割と首までちょっと塗った方がいいよね。歩いて見てていろんな人を、はい、こことここの色がマジで違う。からそれは気をつけてほしい。首やったことないです。え、危険ですか。危険女だよ。危険女そこまで言われます妖怪みたいな。すごい、もう全然違います。綺麗じゃない？はい。一緒。一緒だよ。一緒だよ。パウダーはディオールスキンフォーエバー。クッションパウダーのラベンダーです。はい。でこれちょっとむせるから気をつけて。はい。もう粒子が見て細かすぎて鼻に来ると吸ったら。なんかむせるほど。喋っちゃダメ。今喋っちゃダメです。これうちもね解決法わかんないんだよね。
はい、じゃあ次顔削ります。はい、お願いします。リリーミューのシアーマットシェーディング01番。お、指原さんのやつです。シェーディング自分でできないんですよね。でもなんかこれが失敗とかって思ってもなんかうちも気づいてない、失敗してるかも。でこれも今多分塗りすぎてるのかもしれないけど、後でパウダーしたら全部なんとかなるでしょうっていうマインドがギャルから来てるからさ。なるほど、まあ、塗っとけばよくね。塗らないよりはね、塗ったら細く見えるのは事実ですもんね。そうね。これも首のここ下、はい、こうじゃなくて、はい、こう。なんでなんですか。ここだけなんかここだけ塗られちゃうから。へー、この内側にも寄せていく。ここだけ塗ってる人みたいになっちゃうから。はい、はい、あ、すごい、なってる。カメラで見ると分かりやすい、ね、ここシュッてなりました。うん、うん、もう2個あるんです。もうまだですほぼほぼベース2個。もうちょっとか、うん、ちょっとノーズも惜しかった。でも鼻綺麗。嬉しい、ありがとうございます、ね、あれ整形してます？してないんですけど。綺麗。嘘、私鼻一番整形したいです。しなくていいよ。続いて、はい、ディオールばっか。ハイライト、ディオールスキンフォーエバーのクチュールルミナイザーの02番、ピンクグロー。かっこいいですね。鼻チョンってし、みんなやってるやつね。このチョンってやってシュッてするやつですよね。そう、先っちょだけで、クチュールの上。はいはい、お、ちょっとチュン。いいですよ。なんかツヤツヤしてますね。肌綺麗で、もうこれでニコルンさんですか。まだです。まだか、うん、で次眉毛。まだ慣れてない。でももう眉毛ある。あれある、あのアートメイクしたんですよ、眉毛苦手すぎて。あ、じゃあいいいいいい、描かなくていいですか。眉マスカラだけ楽ちん。よかった。デジャブのアイブローカラー1アッシュブラウン。はい、これメイクされる側どういう体勢でどういう表情してたらいいか迷いますね。自分で化粧するとき、もうなんかその自分のやりやすい顔があるじゃないですか。うん、こうとかなんか。あ、びっくりした。ごめんなさい、ごめんなさい。今絶対やるべきじゃなかったです。逆になんか YouTuber さんのなんかどう絡めばいいか。今どうしよう。めちゃくちゃどう絡めばいいんだろうと思われてるところですか。現在進行形で。いや、何がなんか自分の中で正解なのかがいつも分かんなくなる。でも本当にもう普通の雑談で、雑談で一番難しいですもんね。難しいよね。じゃあなんか話題、トークテーマください。人生で一番ときめいたこと。急に鼻で笑ってますよ。とりあえず目。はい。目のこれはやめないけど、これのここ。待って、キュンとするとこ探したいけど、なんか元カレとかの声とかも忘れちゃうんだよね。恋愛するたんびに前の人の記憶が全部消えちゃうの。だからどういう声だったかも一個前の人とかも覚えてない。全部新しい人で脳内埋め尽くされる。すごい。だからかもしんない、覚えてない。なるほど。もう基本的に上書きなんです。あいつムカつくなとか思ったとしても、うん、それをあんま残してないってことですか。残してない。で過去のなんかイライラとか今更思い出しても何が楽しい。わかるんですけど消えなくて消えなくて消えないよね。憎しみとか消えないんですよ。消えないよね。の上上合ってます。上を向くっていうことにたどり着いたんですけど、うちもこのメイクの仕方ってのがわかんない。こっからとりあえずこの同じ色で囲む、はい、でちょっと明るめのカラー使って。そのパレットめっちゃ可愛いですね。これ可愛いよね。チョコチョコ可愛い。ちょっとくすませます。でまあ、後足すかもしれないけど、ラメつける。アンリシアゲットルーズグリッタージェルオーロラキャッチャー。全く見たことないです、それ。ね、うちもなんかロフトで見つけて買いました。ね、なんか話そう。なんだろう。トークテーマもらいます。もらいましょう。会ったことある YouTuber の印象とか。ああ、なんか逆に会いたい人とかでもとか見てる人とか。絶対相性悪くない、全員と。全員と相性うち多分悪いと思う。そうかな。なんかうち本当にさ、だからスカイピースさんのさ動画にね、ああ、見ました見ました。の、はいはい、本当に楽しかったの。でも本当にうちぶっきらぼうだからさ、本当になんかヤバいやつみたいになっちゃうの。なんていうの、人見知りって言葉も嫌いになってきたんだけど、うん、なんか馴染めてない、なんか無理して頑張ってるみたいな見え方に見えちゃうから。なんかうちに逆に合いそうな人いない？あ、でこれ別に今逆に誰でもいけそう。まだ素じゃないわけ。あ、今64くらい。どうしたら素が出ます？ね、うちも多分性格が悪いから、性格悪い人がいいかもしれない。あ、もう任せてください。じゃあ性格悪い？めちゃくちゃ悪いです。ほんと？うん、極悪です。性格悪いアピール。性格悪いアピール。でも人の悪口とかはうち嫌いなの。あれ、ギャル出身ですもんね。うん、ギャル出身って確かに人の悪口言わないですよね。そう、言わないの。それに乗りたくないの。うん、人の悪口なんか言っててもうち乗れない、うん、私めっちゃ性格悪いですよ。うちも悪いから。上にキラキラとします。キラキラ嬉しい。本当にうち人付き合い本当に
でもやっぱ性格悪い人が好きって言ってるから、うん、良すぎるとこっちも気使っちゃう。あ、でも分かります分かります。絶妙。でもこんなわがままを言ってる時点で友達が多分できないなと思う。でも私その性格がいい人といると疲れるはめっちゃ分かります。うんうん。で悪すぎるのも嫌だよ。うん、難しい。そう、悪い人といたら本当に悪くなっていくじゃん。まあ確かに人間性として。そうですね。下ネタ、下ネタ好きな人がいいな。下ネタになってくれますよ。ちゃんと上げてね。はい、わかりました。じゃあ、はい、もう、うんうん、どんな場所でどんな感じでも営めるよってなったら、うん、どういうシチュエーションを選びますか。ラブホ行ったことないんだよね。へえ。人生でラブホ女子会行ったことないんですか。ない。なんかお酒ちゃんと飲んで、はい、ラブホ行ってみたい。普通にラブホ取られ、何入るとこ取られたら嫌だなと。そうですね。そっか、うん、別にそっか、何も言いかかしてことなくても行かないですよね、うん、芸能人の方きっと。そうそう。なるほどな。どうですか。あ、でらでら、はい、からミュード、はい、もうちょっとブラウンがかってるやつ。共通点ないかな、エミちゃんと。今んとこニコルさんと何か。でもアニメ好き。アニメ好きです。何好き。最近私ずっとスパイファミリー見てます。ね、うちも見てる。嬉しい。アーニャ、アーニャ可愛いっすよね。アーニャ、まね、うまそう。なんかチチー、アーニャの長さ半でした。似てる。どうしよう、私嫌われそうじゃないですか。でももう嫌われるの怖くなくない。まあ確かに怖い。年を重ねるごとに、うん、昔より怖くなってきました。あ、逆にね。え、ないですか、ニカラさん。全然気にしないですか。ね、怖いけどもう大丈夫になってきたかも。病んだりしないですか。病むよ、病む病む病む。何系闇が多いですか。エゴさ。わかります。全部見ちゃうからさ。あ、本当に全部見られてるんですか。本当に全部見てるの。よくないんだよね。下まつげはシメルのオレンジ。あ、最近作ったやつ。下まつげは抜け感出します。はい。恋愛であんま病まないですか。恋愛はね、病むよ。振られたりとかしたらワンクール必要。3ヶ月無理。別れるってことが一番嫌いかもな。なんで別れようって言われてさ、嫌だって言っても別れるんだろうね。人ってね。嫌だって言ってもさ、うん、なんでそっちが主導権持つんだろうね。嫌って言ってんのにね。嫌、うん、だって言ってんのに。どうしよう。なんで別れようって言ったら勝ちなんだろうって思う。ちなみにこう、お別れをされた原因は何が多いですか。大体、うん、ね、重いって言われる。え、そうなんだ。うん、続いて、はい、ペンシルで目尻を引いてきます。はい。え、逆に何で振られることあります？もう、あ、直近振られました。普通に恋した男の子に。なんて。あ、付き合ってないんだよね。あ、付き合ってない。普通に告白して振られました。あ、じゃあそれはつまんないか。つまんないときは分かれてください。つまんないから、ね、その付き合ってて振られるその原因とかじゃないじゃん。ラブライナーのブラウン。できてきたよ。あ、嬉しい。もうすぐニコロンってことですね、じゃあ。うん。可愛くない？目がすごい。なんて恐ろいだもん今日。爪アニマル撮らせて。あ、もう全然違う。違くない？はい。すごいっすね。一緒じゃないほら。目が一気に。なんか抜け感ない？なんかその垢抜け的なことですよね。うん。ここじゃ全然わかんない。そうですね。全然伝わんない。ちゃんと二重幅も綺麗に見えるし。すごい。グラデーションとかもしてない。ツックのチーク。めっちゃオレンジ、かわいい。オレンジ、最近日焼けっぽいのハマってて。06番、ちょっと子供っぽい入れ方するのが私の夏はかわいいかなって思ってる。20代のすごいやりたい日焼けチーク。確かにやっときたいですね。やっときたい、20代のうちに。そうで、続いてディオールスキンフォーエバーのこのキラキラのハイライトなんだけど、これを上から足します。これツヤツヤになっちゃいますよ、うん、今キラキラ、ほらキラキラ、全然わかんない。全然わかんないけどキラキラなんだ。今ニコルの何パーですか。80。あ、唇で変わりそう。今唇超絶血色悪いんで、ね、うわ一気にすご、鮮やか、かわいい。いや、でもラブホは男性と行きたいですか、ね、最初は行きたい。ああ、でも下見しときたいかも。横練習しようよ。確かに練習しとこ。確かに脳内で練習できるように会話とか。まんままん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 ま。あ、すごい、すごいすごい、色超かわいい、ね、華やかになった。もうニコルンですよ。え、もう完成じゃない？もう終わったかも。マジっすか？終わった。ニコルンです。はい。こんにちは。神だね。キャップかぶせる。キャップかぶせる。あ、確かに。え、キャップ？ニコルさんのキャップをかぶったらもうこれはもうニコルさんなので。うん、もうどっちがどっちかわかんないんじゃないですか、塩素さん。どっちだ？どっちだ？やばいやばい。ニコルンビーム。もう出しません。髪がハゲ散らかしてる。散らかしてる。いい。
コロンビーム。ありがとう。かわいい。やっぱこのポイントが下まつげの色を変えて抜け感出したところと、アイシャドウもほんとベージュっぽいのでこっただけで、なんかその二重の幅の抜け感、抜け感にこだわったかもしれない。やっぱラメのチーク塗ったりとか、結構他が発色が強いから目はそんななんか強調せず、でもなんかちょっと癖ちょっと入れたいみたいな感じのメイクにしました。どこの角度から見てもツヤツヤしてるみたいな感じです。ありがとうございます。ありがとうございます。ニコロンです。ありがとうございます。めっちゃ大満足です、うんうん、じゃあ次回は、うん、ラブホ女子会。ラブホ女子会手順をね、まずラブホ行ったことないからちょっと教えてください。行きましょう。というわけでラブホに行く約束を取り付けたところで以上です。ありがとうございました、はい、ニコロンさんでした。バイバイ。バイバイ。チャンネル登録よろしくね。かわいい。ニコロンです。いい。コロンビーム。ありがとう。